じゃあ買い物が終わったんで、アパートのベランダから見えるジーンをちょっとジーンまで行ってみようと思います。はい、ジャングルを抜けて、ジャングル抜けるかな、もう道はセットされていきますね。ライトでまたフォークって言うんだね。 meters, turn left. turn left. あっちじゃないの、あっち。あれ？あれ？わからない。こっち？あ、ここアウトだ。アウトだ。わからない。行けねえのか。あらら、ら あそこ行ってみる。じゃああの八百屋の横道あったじゃん、八百屋から。八百屋の横道、しょうがないねこれ。本当ゆったんしておっぱ中に入っちゃった方がいい。中に入るよ。入ってみるか。でもアパートだもんね。アウトになってるもんね。なんかあれ、あのチェックもしてる。うん。あ、ここにスターバックスがあるんだ。え？あ、本当か。出っ張ってるとこ部屋なのかね。部屋なんだね、あれね。おお。面白い建物が。映した？いや、映してない。だからあそこ行ってみればいいやん。どんな道が出るか試しに。ここはどうなんだろうね。アパートメントって書いてあるけど。そうだ、あそこの、あそことあのオバオバ、あっちのタワー見るじゃん、黒いの、あの建物が見えてた。そうだ、黒いのタワーっていう、あれが見えてた、ベレンだから、
そう、あれが見えた、タワース。ここ左。あっ、森の中に。あ、ここあれだよ、森の中だよ。おお、うん、犬がいっぱい寝てる。あら、どうしよう。おお、おお、足引かれないよね。おぱ、左はどう？左は大丈夫。あ、大きくな、あ、立ったんだ。あら、かわいいね、あなたたち。入れないの？やっぱ入れないの？あ、ダメなの？うわ、あ、無理だわ。いけないのか？いけないの？出よ。Cannot through? No. Through? No? No?うん、しょうがない。帰ろう。はい。車は入れないようになってんだね。うん、でも昨日、あ、いつかね、車走ってたんだよ。本当？うん、でもこんなとこな、バン、あの君、バンが、あの、バンしてる人がいるから、何なんだろうね。うん。森に、変な人入らないようにしてんのかな。無理かも。わあ、うちが見えるぞ。うん、あ、見えるね。あれ、さっきいなかった。うん。諦めるか。じゃあ、うん、諦めましょう。いや、逆方向から行けば行けるかもしれない。あら、いや、あっちだ。ワンちゃんたちが首輪つけてるのに、何でもうちの真ん中に寝てんの、お前たち。はい、かわいいね、まだ子供や。うん、首輪つけてる。おお、窓を開ければ涼しいからいいね。ねえ、風が入っていいね。31度あったよ。風がない時もあるの。じゃあね、しょうがないからね。ロータリーから左に曲がっていけると思う。諦めない。諦めないね、うちのオファーは。あ、風が気持ちいい。ベンチとか
行ってみたいね今度。うん、行ける。怖い。うわ、牛様。肝心に壊れたってことかな。壊れたのかね。あー、これ通り出ちゃうじゃん。ないよ。これ完全に通り出ちゃうよ。どうやって行くんだ。いやー、ひどいね。まあ、あ、ジャングル中を今走ってるってことね。すごい。ブゲンベリア？これは何だろうね。ブゲンベリアですからね。あ、ここから入ってるんですか。それだけど交差点のところから左に行ける道がある。うん、久しぶりのドライブもいいね。ああ1週間ぶり。あ、1週間ぶり。そうだ、買い物以外のドライブか。1ヶ月ぶりくらいじゃない。ああ。
はい、犬、ワンちゃんたちが寝てる。そこに何かあれ黒いの犬その前に転がったの。ああ、毛玉。森の中に道がきれいにできてるね。これはその寺院に行くための道なんですね。ヒンドゥ教。わっ、着いた。あ、そうだ、ロックダウンだ。神社入れないもん、ロックダウンで。そうか。うん。ちょっと周り見てみる？いい？いいよ。低いワンコがいる。あら、連れて帰る？やだ。おば。痩せっぽじだね。あら、かわいい。クレストとパークプレスがよく見えますよ。うちの塔は一番左の塔です。はい、ちょっと降りてみましょう。うんち臭い？あ、牛のうんちがいっぱいある。降りない方がいいな。牛のうんちがいっぱいあるんでちょっと退散しましょう。はい、じゃあ帰ります。